さあ今回は実際に戦うために必要な手札のカード、共用デッキのカードについて説明していきたいと思います。じゃあ行きましょう。共用デッキは赤い背景の基本カード、緑背景の魔法カードと白い背景の装備カードで構成してあります。カードの上の部分には属性を表す色のマーク、番号、名称を記載してあります。5つの属性、闇、光、炎、水、風、それぞれ1から20番のカード20枚ずつがあります。基本カード。基本カードはゲームの最中に行う戦闘のために存在するカードです。プレイヤーは基本カードを使って攻撃、防御、回復行動を行います。基本カードは攻撃カード、バリアカード、薬草カードの3種類があります。攻撃カード、自分のメインフェーズで敵1人を選んで使用することができます。相手に1ダメージを与える。攻撃カードは攻撃カードはワンタン、ワンタンランダメージ。攻撃カードは1ターン1枚しか使えません。バリアカード、攻撃カードの対象として選ばれた時に使えます。その攻撃のダメージをゼロにします。薬草カード、自分のメインフェーズで自分または自分の隣のプレイヤー人を選んで使用することができます。その人の HP を1回回復してあげます。カウント関係なく瀕死チェックの時には薬草カードを使用して瀕死のプレイヤーを HP1 の状態に戻すことができます。はい。魔法カードと装備カード。基本カード以外、戦闘の流れを変えるカード。特別なカード以外、全部自分のメインフェーズでしか発動できません。1ターンに何枚でも発動できます。魔法カードは特別な説明がない場合、使用後捨ててください。装備カードは使用後自分の場に残ります。1人のキャラには武器と防具1枚ずつしか装備することができません。常に装備している時に新しい装備を使用する場合には古い装備カードを捨ててください。さて今回は共用デッキのカードの種類について教えたわけだけど、せんちゃんどうだったかな？よかったね。あーよかったか。いっぱい教えてくれました。日本語な。ありがとうね。さあ次の動画では勇者や魔王たちが姿を変えた後の姿、キャラカードについての詳しく、説明していきたいと思います。カードゲーム魔王の説明や授業プレイを見たいあなた、チャンネルの登録をよろしくお願いします。魔王公式ツイッターでも他の YouTuber の、実況動画やレビュー動画などの情報をツイートしていきますので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ハチ意味わかる？わかんない。あの、スプーンのが